ユナイテッドエンパイア、フェイトグランドオーダースポンサード並びに G ストアアンバサダー並びに KOPW2024 保持者ドミネーターグレートオーカスターダムの愚民ども、今宵この世がプロレスキャリア最大のチャンスを恵みに来てやった。11月17日エディオンアリーナ大阪のクロスオーバー、そこでこの KOPW をかけてスターダムの女と戦ってやりゃい。この KOPW は世界で一番自由なベルトだ。男と女がベルトをかけて戦うことができる。ルールも自由だ。そうだな、例えば女だけ武器を使ってもいいぞ。女だけ他人数タッグを組んでもいいぞ。まあどんなルールで来ようが、この世が女ごときに負けるわけはねえがな。それでもだ、歴史に名を残したい者は名乗りを上げろ。ただしプロレスキャリア最大の痛みと屈辱を味わうことになるがな。楽しみにしておいてやるよ。新日本プロレスとスターダムの歴史的合同興行が再び実現。11.17 エディオンアリーナ大阪、ヒストリッククロスオーバー2。絆を強めた両団体、今年はどんな化学反応を起こすのか。チケット絶賛発売中。